先輩、これ楽器を出すの超辛いですよ。あ、っていうか葉山先輩の彼女とかですか？どうだろうな。教えてくれてもいいじゃないですか。これ終わったらな。あれくらいならそんなに問題なさそうだし、いいですけどね。っていうか葉山のことすどう思ってんの？あ、なんですか？ごめんなさい、無理です。好きな人がいるので。そうじゃねえよ、単純にどう思ってるのか聞きたかっただけだ。どうなんでしょうね。超かっこいい。なんかいいなとかは思いますけど。待て、言い訳なかったかこいつ。ねえ先輩、とりあえずこれやる意味あるんですか？なくはないな。もしかして先輩って頭いいんですか？でもやっぱり大変ですよね。ずっと前から好きでした。俺と付き合ってください。これだけ支持されたらしょうがないですね。その提案は魅力的ですし。でもやっぱり大変ですよねみたいな。そういう時は葉山に相談すればいい。なんなら手伝ってもらえ。部活の後なら家まで送ってもらえるアフターケアまでついてくる。なんですかそれ。ごめんなさい、狙いすぎだし気持ち悪くて無理。